今こそ私はですね、強い強い危機感を持ってラストチャンスじゃないのか、ここでちゃんと民主党はどういう政党で旗を明確に立てなければ、国民の皆様から本当に見捨てられて違う野党を求められてしまうんじゃないのか。別のグループ3人なんですが、さあ後藤さん、この3人の候補のそれぞれのキャラクターといいますか、違いは